グレートギフト第2話考察動画でございます。はい。いや、森山さん、なぜあのタイミングで中国茶飲んじゃうんでしょうね。外でね、喉乾いてたんだからしょうがないよ。いや、そうだけど、あんだけね、藤巻に口にするものとか、うん、周りに人いないかとか気をつけてください、狙われてますよ命言ってたのに、大丈夫ですよ、これ自分の水筒だからって言うだけでいいじゃん別に。あそこ、はいはいはい、飲んで見せる必要あった？あそここれ大丈夫だよって飲んで初めて安心を伝えるっていうね。あたおかだよあんな行動。外で、ね、もう何、じゃあ出てこない、今後森山さん、もうここで退場ですよね。じゃあ、いや、あとはもう痛い役じゃないですか、解剖され役じゃないですか。ちょっとこれ今世の中移住員ロスじゃないですか。全然なってないよ、そこまで全然なってない、まだ2話だし、みんな思い入れないよ。もっと見たかったよ森山さんの標準語演技。いや、こうなってくるともう白鳥理事長の暴走がもう止まらない感じになってない？はい、いや、暴走モードだよ暴走モード。エヴァンゲリオンみたいに言ってるけど。いや、だからここでさ、気になるのは、じゃあその森山さんのさ、伊集院の水筒にギフト入れたの誰っていうのがちょっとだけ気になるんだけど、これ単純に蔵之介さんかい？まあ、瓶持ってたからそうなんじゃない？瓶捨ててたじゃん最後。あー、そっか、そうそうそう、いつの間に入れたんだって。あそこの反町藤巻の部屋に入ってったってこと？取りに行ってちょっと入れて、で水筒に入れてすぐ逃げたっていうね。いや、だからあとその藤巻もさ、ポンコツなのは分かるんだけど、うん、鍵かけろよっていう大事なもののケースねえ、みんなに見られてもうさ、久留米春さんにも培養してるの気づかれてるしさ、そこで、うん、まあね、手伝うことになったけどね。殺人吸気にあるとこに鍵かけないっていう、どんだけうだつが上がらないんだよ。俺ワンチャンその白鳥の指示で、うん、奈良が入れたのかなとか思っちゃったのよ。あ、はい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 、その鬱陶しがってたでしょ一応伊集院を、うん、でやっぱ白鳥の権力でさ、一番あそこの部屋にいて違和感ないし、ならなら入れるチャンスあったなとか思っちゃったんだけど、はいはいはい、近くにいるからね。だから奈良もそのうち消されちゃうっていう、もう白鳥にその要因でいるのかな。もうどんどん死んでいきそうじゃん、だって周りの人、これ1話に1人は、そう、1話に1人は死ぬね。でも確かに白鳥がゴミ箱に捨ててたもんな。そうなのよ、だから自ら入れた。俺ちょっとここ引っかかったところがあって、培養してた瓶2つあったじゃん、で2つともなくなってて、で今回白鳥1個使ってるわけじゃん、もう1個を白鳥が持ってるか、もう1人手にしたやつがいるんじゃないかなと思ってんだよね。なるほどね、そうなってきたらもう久留米しかいないじゃん。久留米、まあまあ奈良、あと久留米、奈良、フルナラペアね。何そのオグシオペアみたいに言うな。バドミントンのね。バドミントン、まあ、確かに2本あったのに1本は、まあ、2本持ってるっていう可能性もあるけど、うん、白鳥がね、うん、1本他の人が持ってる可能性あるよね。そうなのよ、そこちょっとなんかわと思ったのよ。そうなってくるとやっぱクルナラペアがちょっと今んとこね持ってる可能性あるよね。あそこに入れて怪しくない2人だもんね。そうなのよ。で今回はさ、もう藤巻がさ板挟み状態じゃない、二重スパイみたいな、もう板挟みポイズンになっちゃってさ。何なんすか板挟みポイズン。まあ白鳥とあと神林、プリンデカ、プリンデカにさ、どっちも探ってくれみたいに言われちゃってさ、うん、で俺やっぱりね、前回の動画でも言ったけど、真犯人神林説を未だに推したい俺は。おお、警察なのに、元刑事だけど。でやっぱりね、注目したいポイントは神林の奥さんが亡くなったって、早くに亡くなったって書いてあるじゃんプロフィールに。はい、その理由かなやっぱり。なるほど、この病院で医療ミスか何かとか、なんか後回しにされてとか、助かる命が助けられなかったからとか。そう、あの、うん、娘さんが今心臓病で入院してるでしょ、うん、お母さんも心臓悪かったんじゃないかなって、その藤巻の奥さんと同じパターン。なるほど。で当時藤巻の奥さんが今必要としてる、なんだっけ、心筋細胞シートがやっぱ必要で、はい、神林の奥さんもだけど、その当時は許可が下りずに亡くなってしまったと。それで、でその許可を下すなんか大臣みたいな、当時の大臣がアタゴだったんじゃないかっ
ていう。ああ、なるほどね。今はなんか元総理みたいなだったけど、うん、奥さんが亡くなった当時はまだ大臣とかで許可を下ろしてくれなかった担当医が奥の元理事長だったみたいな、はい、奥さんの。なるほどね。で、愛宕に恨みがあったっていう奥さんが亡くなった時の、うん、その神林の奥さんの、ま、妹とかが、ま、アンリ、そこ兄弟。なるほどね。その恨みを晴らすために行動して愛宕と奥野をギフトで殺してもう達成してるっていうその恨みを。なるほど、最初はね。晴らすのは。で、藤巻と白鳥に今罪をかぶせようとしているっていうところで、うん、で安田さんが亡くなったでしょ、2人目の犠牲者。あれは藤巻にギフトを採取させるために安田さんにギフトを使ったっていう。1人目の愛宕の時はほら消えちゃったじゃん、ギフトが、うん、そうするとほら犯人がわからないままになっちゃうから、藤巻にもう一回改めて採取させるために安田さんにギフト使ったみたいな。なるほど。だからそれを監視カメラでつけて見てた。いや、神林でもね、怖いよね、やっぱ見てるとね。だからアンリはそのアルカナムで常にこう理事長たちとつながってるわけじゃん。ギフトじゃあどっから入手したんだっていうのは、その奥の元理事長からアンリがゲットしたんじゃないかなっていう。はあはあはあ。それを神林に渡して、神林が院内で、例えば安田さんだったらなんか仲良くなって、安田さんと顔見知りで、プリン変えたんであげますよ安田さんみたいな感じで、あげたプリンにギフト入ってたみたいなさ、はいはいはい。一見ああいうのってさ、病院内の看護師長とかじゃないと入れれる人いないんじゃないかみたいになるけど、だからなんかちょいちょいプリン出てくるの変だなと思ってて。確かに、あのプリン、神林プリンあげる、そのギフトとかかってるなっていうね。ああ、プリンのギフトとそこ薄いけどね。だから院内でプリンの人って呼ばれてるっていうね、神林が。ハムの人みたいな感じで。一徹夜みたいにね。そうそう、不倫の人って呼ばれてる。で、文治先生は不倫の人って言われてるでしょ。プリンと不倫ね。そう。ああ、プッチン不倫ね。プッチン辛くて。奥さんがプッチンしちゃうっていうね。ただでもそのあれだと、うん、奥の理事長がまず最初にこう殺人吸気を見つけた時に隠蔽しろというか、そのデータ消せって言ったのも納得できるよね。病院の定位を守るためだけじゃなく、一番最初の出どころが奥のだったら、なんでこれが使われてんだみたいな感じで、もみ消せっていうふうにも筋が通るよね。だって奥の理事長、防犯カメラのデータとか消してたでしょ。そう、アンリーが来てたやつ、あれとかもやっぱアンリーに言われてとかさ、指示されてとか頼まれてっていうパターンあるかなっていう。なるほど。で、ちょっと次回のさ、あらすじ見てもいいですか。はい、ちょっとじゃあ3話のあらすじ読みますね、公式サイトの。病理医藤巻が発見した殺人吸菌ギフトで命を落とす者が相次ぐ明鏡医科大学附属病院。そんな中、藤巻が秘密裏に培養していたギフトを悪用して理事長を殺し、その座をかすめ取った心臓外科医白鳥が真相に感づいた病理医伊集院の命をも奪った。医療界を浄化するためなら非道な行為も厭わない白鳥に強い反感を抱く藤巻だが、妻の命を救うためには主治医である白鳥に従わざるを得ない。藤巻は苦悶しながらもギフトの存在と事件の真相を明るみに出ないよう細心の注意を払っていた。まあ、ここまでは2話だよね。そうだね、うん。そんな藤巻に同期ながらも信仰が極めて薄かった人物が驚愕の情報を提供する。その人物とは白鳥の苦心で彼の犯行を察知してしまったという心臓外科医郡司。おい、郡司によれば医学系大学連合会議の議長の座を狙う白鳥が次のターゲットとするのは一番のライバルである悪名高き副議長大泉西岡徳馬さん。白鳥は来たる週末に大泉から軽井沢の別荘に招待されており、そこで大泉を殺そうとしているかもしれないというのだ。二人で命を救おう、そう軍事から持ちかけられた藤巻は逡巡しながらも共に軽井沢へ向かうのだが、同じ頃警視庁の元捜査一課長神林は伊集院の死に疑念を抱き捜査を強化、さらにギフトの培養を手伝う検査技師クルーメが藤巻に衝撃の告白をしということ でちょっと待って、軍事が仲間っぽくなるな。そうね、この会話ね、うん、軍事が彼の犯行を察知してしまった
なんか勘鋭いなみんな。この出てくるやつ、あの森山さんもそうだけどさ、ハル、うん、さんもそうだけど、ギフトに気づいちゃったっていう藤巻以外みんな勘鋭いなおい。じゃあみんなあれあれあれ、虎視眈々とこう権力を狙ってるから人の動向気になるんじゃないですか。いやそうだけど気づきすぎじゃないみんな。すぐに鍵かけないから。すごいな。察知して、うん、今度は何、医学系大学連合会議の議長の座を狙ってんのこの白鳥。飽き足らず理事長で。そうですね、掛け持ちするってこと。掛け持ちというかまあまあ兼任ですよね。でそこの一番のライバルである副議長、西岡徳馬さん演じる大泉を殺そうとするかもしれないっていうわけ、はい、これ絶対西岡徳馬さんじゃ死ぬじゃん来週。そうね、それかギリギリ間に合うかだよね。白鳥がギフト使おうとしたとこに、そのもう一本のギフトここで使うんじゃない。だからあーなるほど、そういうことかじゃないこれ、うん、そこで藤巻が間に合うかどうかだよね。じゃあ、うん、軍事と軍事のこの情報も嘘かもしれないよね。その白鳥に裏切られたっていう、あ怒りで白鳥をはめようとするっていう可能性もあるの、うんうんうん、これ。なるほど、うん、軍事も勘がいいから。そっか、軍事もやきもち焼いてたもんね藤巻に。そう、標準なる藤巻に。そうなのよ、だから白鳥も藤巻もはめようとしてる可能性もあるわこれ。なるほどな。軍事がもしかしたらこの大泉、副議長大泉を殺して、それを白鳥と藤巻になすりつける可能性も出てくるなこれ。なすりつけ合いじゃんもう。うん、その守るわけないもんな大泉を。そのなんか口にしようとする水危ないって言って代わりに飲んだりしないもんね。なんか飲む必要ないの別に。叩き落とせばいいのコップを。なんで奪って飲んじゃうの。手首にチョップしてね。ヘイ危ないって。そう、それでいいのよ、奪って飲む必要ないんだ。危ないって言ってコップ奪ってゴクゴクって。バカだよ、バカのすることだバカのすること。いやそっか、軍事これね、そっか、仲間と見せかけてっていうのはあるかもね、うん、で気になるのは久留米が藤巻に衝撃の告白をしって書いてあるんだけど、はい、なんだろうねこれ。倍を手伝うってね、だって犯人教えてくれたらご飯おごりますって言ってたからね。あの割に合ってないのよ。衝撃の告白ってもしかしてギフトを作ったの私ですとか言い出しそうじゃない。いや怖えわそしたら。その自分が作ったギフトをどうなるんだろうみたいな、その変な好奇心みたいな、あーやばいやつねのパターン。ワクチン作っちゃうとかね。あ僕早くもそう できましたって。衝撃の告白ですよそれ。3話で終わっちゃうよ。平和が訪れた。西岡徳馬さんが白鳥のギフトでうーってなった時に現れて、うん、注射チューって打って、うん、僕も元気ビンビンになる、ね、なんだよ違う成分入っちゃってるよ。もうなんかワクチン以外の成分も打っちゃってるもん。ムキムキになっちゃう。着てたワイシャツとかもう破れちゃってボタンとかハチ切れて。やばいやばいそれ、ただのドーピング。だって何よ衝撃の告白って。私も殺人吸気に作ったことあるんですとかね。あーめっちゃ培養しちゃいましたっ て、すげえ数持ってくんだよ。なんでこんなに隠してください隠してくださいみたいな。その軽井沢に駅弁売る人みたいな、あのここにこう試験管をこう100本ぐらい持って。それ衝撃だよ。いやこれ気になるな、ここポイントだな。今言った中にあったらよっぽどすごいよ。だってえ私がギフトですと。なんだそれ私はギフトです。いや作ったって意味、はい、創設者、はいはいはいね、私がギフトですと、ワクチン作っちゃいましたと、甘栗むいちゃいましたみたいな感じで。あと何衝撃の告白っつったら、医師免許持ってないんですって。それか私ギフト飲んだけど平気でした。うわそれ結構衝撃、なんで飲むんだよ。ワクチンを作って打った後に飲んでみた、飲んでみた動画。なんその違う。飲んでみた動画は出さない。ギフト飲んでみた。いや、 やばいやつだよ本当に。メントスギフトね。
シュワシュワしないから出てこない、溢れてこない。いやでもこれちょっと気になるね。はい、まあじゃあちょっと今言ったやつを注目しながら3話からも見ていきましょう。はい、では皆さんからの感想考察もコメント欄でお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。